はい、お疲れ様でございます。さて、今日の家族ご飯こちら。半額のマグロ。ね。そして、半額のマグロ爆弾。これ、ネギトロはね、業務用のね、やつですね。550円ぐらいで、あの一パック。うん。それにね、こう生卵を落としてね、爆弾だよ。ネギも、ちょっと入ってるよ。うん、ネギトロ。意味ちょっと違うけどね。まあ、器が入るね。大きい皿にちょこんとはいいね。うん、で中見ちゃんから教えてもらったね、このマグロはぬるま湯で一回洗って拭けっていうね、やってみたらやっぱりね、ちょっと違うね。なんで違うんだろうね。なんか照りが違うね。うん、ね、あの半氷の半分凍ったねマグロはぬるま湯で洗って拭けっていう、これなんでなんだろう、なんで照りが違うんだろう。うん、教えてもらいました。さあ、そしてロールキャベツ、業務用スーパーで380円と、生協の半額のハンバーグ、1個崩してソースにしました。はい。ね、これ大体700円ぐらいでできるかな。うん。で、こっちがね、湯煎で、豚肩ロースを湯煎して、それを、なんかフリッター状態にして、わけわかんねえのがあるんですよ、これって。わけわかんねえ調味料が、ね、いっぱいあった。業務用スーパーで塩レモンだ、なんか。サンジャンジャンとか、ジャンツォンジャンとか、エンツォンジャンとか、ジャンジャン
いっぱいあるね。ジャンがいっぱいある。うん。それに、甜麺、コチジャンと、ね。うん。これ、豆板醤を入れたね。これ、ジャンなんだね。中国でジャンなんだね。うん。これね、俺の勝手な塩梅で作って、あの、混ぜてソースにしたよ。二度と作れないソースだね。うん。二度と作れないソース。まあ、とりあえず、使ったことないんでね。あの、ジャンたちをね。うん、あのジャンたちを使ったことがないんで、適当にこの混ぜて、まずはお試し。お試しじゃん？お試しじゃん？お試しじゃん？ねえ、うん。いただきます。せーの、よーっと。これだよ。
スペルね。さっき出たの？そうか。1が6出て、14回取られて、こういう顔してた。そう、黙ってる。あ、喜ばないやつ。いや、普通で黙ってる。クリアしたの？あ、ハムいる？いる。何それちゃん、汚い。ドブの水を飲む、ドブの水を。ドブの水って毒？いや、体にドブのよ。青汁。乳酸菌が200億個も入ってる、嘘くせえけど。200億個も入ってるらしい。ヤクルトなんて飲んでらんねえぜ。ちょい向こうまで。カロリミットファンケル飲んだ。嫌いなもの。タレなし。醤油くーちゃん。何嫌いなの？今日は何で取る？スプーン。ご飯入れ。あ、これ？これ。あ、ラム肉？箸で取る？それぞれ。スプーンで取る？スプーンで取る？あ、スプーンで。いや、ユッケじゃないよ。スプーン。あ、ジンギスカン？ラムダメなんだ。おちゃん、わさびは？いらない？わさび。いる。いる？食べなさい。この格好面白いね。醤油取ってあげて、みんちゃんに。どれ拭くねん。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ご覧ない皆様、お願いします。ちっちゃくしようか、それ。え、敵？大きくして食べたい？大きいままで食べたい。大きく。うん、ウエスターダメだよ。醤油とかがないでしょ。はい、いいよ。新しいライブ体験。スーちゃんは食べないの？ハンバーグもあるよ。わあ、ニューマージやるとやっぱ違うね。安いやつ。ぬるま湯で洗って質感。結構まんま？うん、超軽量オーサム。照り違うもんな。色が違う。なんでだべ。アプリなら2ポイント。食べてみ。食べてみ。違うよな。ぬるま湯、中見ちゃんがね、ぬるま湯でやれって。で、なんとなく聞いてたんだけどさ。中見、中見、そう、テレビとかで言ってたんだけど、めんどくせえなと思ってたの。中見ちゃんがやって。食べたらこんな違うんだと思ったらやるようになった。うまいな。だから違うな。必要な保証を選べるから保険料の無駄がないんです。こんな違うんだ。洗うだけで無駄じゃないといいけど。ビューズは保証が充実なのに無駄がない医療保険。エヴァーグループ誕生。選ばれ続けてナンバーワン。結構なぬるま湯だよ。結構なぬるま湯ってちょっと熱いってこと？そう、風呂ぐらい、風呂入るぐらいの。42度ずっとやってたらくたくてないけど、だから表面のドリップ洗うぐらいとって。サラサラと。そんなことないんですよ。まだ生きてるのかな、こいつまだ。かもしれない。生きてるのかな。だから味があるのか。塗り箸で混ぜる。あ、きつい。それね。塗り箸はきつい。激安品はこれだ。見てみて、このびっくり価格。火曜の水曜は激安の激のやつ、卸しスーパーへ移動。うまい。この曲に合わせて面白動画を撮るだけ。お前ゴリラに出るの
ッシュタグ有田プレビュー面白動画をつけて TikTok にアップ。インターネットこんなんしなあかんねん。詳しくはホームページまで。かばーい。これ？これとる？ハンバーグ。ハンバーグ半分。あ、ゆりちゃんはこれでいいんだ。ハンバーグ半分？半分こしようか。カレー？カレー解禁していいかもモニター次第。もしかしたらこれいきなりのスピードアップがあるかもしれないです。分かんない。どうも。あれ。タレ解禁するか。さあタレが投入されました。あ、すごいわ。ひろ。しっかりしたか。これみーちゃんご飯持ってあげる。どうや。これもすごい食べる。食べる人じゃん。ハハハハ。ラムダメなんだ。スピードアップ 650g 完食。 一方マックスも。 味付けてるの？ 味付けてないんだよ。 ラムうまいけどな。 ダメな人ダメなんだろうな。 早いよ、追いつかれたよ今ちょっと。 うわー、お兄ちゃんマグロ好きだね。美味しいんだね。もうちょっと味濃くてもいいね。どう？辛い。辛い。辛くなく。美味しい。いろいろ結構使ったんだけど、もうちょっと醤油。水っぽいこれ。水っぽくはないんだね。こっちの話じゃないよ。あ、こっちの話。こっち？こっち濃い方がいい、まだ。いや、いいけど、食べれるから。結構味濃くしたけどな。ああ、これだ。でも食べちゃう。だけど、美味しい。あ、キャベツ。味濃すぎ、これ。なかったんじゃない？なんかさ、父さんお前頼まなかったの。いや、反対でも濃いで。濃いめのコンソメにしたんだけど、どう？うん、私は美味しく食べたよ。全然薄く感じなかったよ。これぐらいだと思うな。いろんな方、まあ、これキャンプニットニーはこういう歯並びになる前に調整するからね。うわ、歯並び悪いの。でも子供の頃きっちりだと大人になったらガタガタになる可能性が多いから、みんなが好きな要素があの VTR だ。俺は歯並び栄光だから最後までずっとこうそうだといいけどね。あった、顎が小さいとこういうこともあるでしょ。私も離れていいんだよ。なぜかプーちゃん一本抜けて生えてきたっきり抜けないね。すごい頑丈な乳歯だね。面白いの。Yeah.
中毒臭くなったね。少しだけも。あ、みんちゃん、みんなマグロ食べちゃうよ。大丈夫ですか？みんな食べましたか？いいなら。いいよ、俺は。好きだね、みんちゃん。おいしいだね、マグロ。ほら、メグさんやってたね。あ、これ、あれじゃん。俺ついてない人。うん、それたち、あれ。寿司坊主じゃんね。みーちゃん、マグロ食べたいの？まだあるよ。食べる？食べる？行ってやっか。くにこれ食べるか、おいしいよ。ロールキャベツ食べてみて。本当においしいんだけどさ。歯周病は放っておくと進行することも。カムテットは歯と歯茎の間の歯垢を徹底除去。さらに歯周病を予防します。エマちゃん切ってくれて、口臭ケアプラス新登場、カムテットで歯周病。イエーイイエーイ、上野さんと結婚させてください。君、仕事は強制させてください。何にあれたんだ、醤油か。有効や相続の際、相続財産目当てが知れます。他にも離婚の際、法律に関する身近な法律に関する専門家、行政書士を知ってください。スマホって高いんでしょ。そんなことないです。リハーサルみたいですね。スマホへの切り替えの場合、ご利用料金は D カード払いで。じゃあこれ、これはこのマグロはいらない980円。うん、これ、あんね、そうなんです。このネギトロだよ。マグロの細かくしたやつだよ。いらっしゃいませ。スマホ教室実施中。美味しいのに。新しいダムは美肌フローラケア処方。肌本来の潤いを守る秘密、美肌フローラ。実はお風呂で流されていたから。新しいダムは残して洗える。潤いキュン、もっちりダム。動画を投稿するだけで賞金ゲットのチャンス。視聴者面白動画グランプリ。この曲に合わせて面白動画を撮るだけ。ハッシュタグ有田プレビュー面白動画をつけて TikTok にアップ。詳しくはホームページまで。人気芸人が選ぶ神回動画。続いてはオーナーレッドスの神ネタ動画。今日は一日にいたずらにどれだけ引っかかるのか。いたずらスイッチ。これはリンクの、うん、いたずらスイッチ。んキスが壊れた。何をしてんだよ。何を新しいのほら。どうすればいいか分かんねえよ。
ああ。食べるもんだよ。
残しておいたの。これもうちょっと醤油って感じでもいいもんね。そうかもね、ソース入れたら結構味濃かったと思うけど。もういい、みーちゃんはもういい、みーちゃんはもういい、もういい、まだまだまだ、みーちゃんまだ食うとる、まだ同じよ、同じよ、やったぜ。はい、もうよくあります。もうよくあります。あ、グランドじゃない？あれ？なにこれ？違和感？はい、私君。もうすぐ雨降りそうなのにまだ遊んでる。夜なんじゃない？はい、そちら。棺桶をくり抜いた滑り台。夜なんじゃないか。この後ローションまみれの鈴木奈々が滑り出す。もう怖かったです。私はこれを正解に見たときに怖い。夜なんかもう分かる、夜はね。はい。実は見えたアカン子たち。はい、山本さん。実は真夜中。いや、俺はあってた。なのに電気がついてる。夕方っぽいけど真夜中ってことね。外のビルがすごい光ってたり。夕方じゃないんだ。すごい。わかるよね。なんか変だよね。昼間に見えるな。2020年10月に発売されたソニーアルファ 7S マーク3、 お値段およそ40万円。あー、これちょっと欲しいんだよな。今までのカメラでは真っ暗にしか映らない場所でもこの通り、やっぱり荒いよね。わずかな光でも感知できるため、光の量を増幅させることで暗闇でもキリッと明るく撮影できる。暗闇を撮りたいときはそういうモードがあるのかな。今はね、ナイトショットしかなかったんだよ。明るくしても限界があったの。40万すんだ。高いね。もういいの？払ってくるね。はい、一応ごちそうさましました。する？じゃあ。ごちそう。まだ。まだんかい。はいよ、みーちゃん。まだ食べるの、みーちゃん。あ、そう？じゃあ、一回、うちらは。一回、ごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。まだ食うとるやんけど。うん、食べて。いいよ、食べていいよ。あ、ば、うん。手でいいかなって。よし。足めんどくさいな。もう取れないわ。食べるね。このままちょっと片付けながら取りますか、みーちゃんが食べるさま。じゃあみーちゃんを取ろうか、したらね。うまい。すげえ、マグロ食うな。一柵いくで。醤油ないと。醤油ないと。姫、醤油でございます。姫ないよ。話されてる。
タイル変わった音楽家。あのこれはベートーベンで最初のはモナリザのようなテーマでやわさびどうする？してる。どうだ判定は？何が正解だ？中に正解したぞ。ラストラストマグロ。あー逃げた。生きてんな。戻して絶対箸で食べるという AB 型、絶対箸で食ろうって、絶対箸で食ろうってやるというね。よし行った、やったぜ。ねえ、あ、何かに何か映して。食べた？はい、ごちそうさまでした。バッチリ、いやー食ったな。一作いったな、おい。一作。